いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平投手の最新情報をご紹介いたしますエンゼルス残留予想の MLB 専門家の苦しい言い訳に玉川徹氏、専門家がそれ言っちゃダメと言い放つ元テレビ朝日社員の玉川徹氏が13日モーニングショー、テレビ朝日系に出演大谷翔平選手のドジャース遺跡を外した専門家を 妄想しててたってことだよねと草したスポーツ史上最高額となる10年7億ドル約1 5億円でドジャース移籍が決定した大谷だが決定前はブルージェイズダイヤモンドバックスジャイアンツブレーブスなどさまざまな専門家がテレビで予想を披露してきた中でも大リーグ評論家のアキ・イノセ氏は80%の確率でエンゼルスに残留すると宣言し注目を集めていた。 ところが蓋を開けてみれば当初から本命視されていたドジャースへの移籍が決定エンゼルスから移籍することを望んでいた玉川氏はドジャースでよかったそういうことで言うと先週金曜日のことが思い出されるんですけどねアキさんがエンゼルスだっておっしゃっててそれ違ってたら相当文句を言いますよって番組で言っちゃったんだよねこれがねとこの日スタジオ出演していたアキイノセ氏を煽った これに猪瀬氏は大谷選手は二刀流ですから右肘を故障した状態で一刀流として新天地で大きな契約を結ぶという判断はしないだろうと思ってましたただ本人が WBC で勝つ喜び自分が勝ちたいんだという心の声を抑え込むことも自分に嘘をつくこともできなくなっていたので一日も早く勝てる球団に行く選択をしたんだと思いますと苦しい釈明すると玉川氏はある種 みんなな情報なかったわけだよね徹底的に秘密にしたわけだからまあアキさんは勝手に妄想してたってことだよね。と傷をえぐるツッコミだたまらず猪瀬氏は世界中がドジャース一本という雰囲気の中で自ら対抗軸を作ってこの時期になっても MLB のニュースをお届けできたってことは MLB ジャパンの親善大使としては自分の役割を多少できたと話すとすかさず玉川氏はそりゃダメだよ。 その仕事は我々の仕事であって専門家がそれ言っちゃダメですよと冗談めかしながらも手厳しかったこれにはネット上でも厳しいコメントが並んでいるエンジェルスのやる気のないオーナーでは大谷が故障までして頑張ってもどうにもならないことを痛感した今シーズンでした秋キ・イノ氏はエンジェルスの試合を見てたんだろうか「この人の見立てなんてどうでもいい」あれだけ明言していて。 メジャーに精通してるなら80、80%とか断言したらダメでしょ。しかも言い訳がひどすぎる。もう相手にしない方がいいですね。無責任な発言して出演料もらえる MLB 専門家って何者なんでしょうね。もう移籍が決まったのだから憶測情報はもう終わりにしましょう、アキさん。それと、ロバーツ監督のことをずいぶんバカにしてましたね。よくないですよ。 最初からずっと自信満々にエンゼルス残留と主張してました何かしらの根拠があるのかなと思ってましたが残念でした大谷獲得のドジャースが山本義信と面談日本選手2人で計10億ドル約1450億円の契約なるかエンゼルスから FA となっていた大谷翔平投手を獲得したドジャースが12日日本時間13日 オリックスからポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す山本由伸投手と面談した複数の米メディアが報じた場所は本拠地ドジャースタジアム場内にある2つの電光掲示板ではそれぞれ英語と日本語で「ドジャースタジアムにようこそ山本由伸投手18」と歓迎のメッセージを映し出す艦隊ぶりさらに山本がオリックス時代の背番号18をつけたドジャースのユニフォーム姿の合成写真も登場した 面談に際してドジャース側は山本に背番号18を提示したとみられる山本は日本でメッツとすでに交渉を済ませたそして渡米後にジャイアンツヤンキースとすでに面談この日ドジャースとの対面を終えさらにレッドソックスブルージェイズなどの球団とも会う予定だという契約規模も当初の想定より跳ね上がり総額3億ドル約435億円に達するとの報道もある ドジャースは大谷と10年7億ドルで契約を結んだが2人の日本選手で合わせて10億ドル約1,450億円の両取りとなるか今後の交渉の行方が注目されるイチローの262安打にさえ厳しかった米批評家たち大谷翔平が壊した日本選手の壁とはエンゼルスから FA となっていた大谷翔平投手はドジャースに入団することが決まった。 10年契約総額7億ドル約1 1 7億6,000万円だが米紙ニューヨーク・タイムズはドジャースは大谷が優勝をもたらし収益アップに貢献することに7億ドルをかけていると効果を強調しこの巨額契約がまた別の壁を破ったと伝えた野茂英雄からイチロー松井秀喜までの日本選手は利益を生み出す契約として証明された。 しかしシ平大谷の記録的な報酬は全く異なるものだこれはますます国際的になるスポーツの中で日本の選手が非常に優れているだけでなく最高かつ最も人気のある選手たちである証拠だそしてドジャースのマーク・ウォルター球団会長は球団を通して声明を出しドジャースと世界中のファンを代表しジャッキー・ロビンソン史上初の黒人選手サンディ・コーファックス 当主3冠3回ノモヒ英雄球団初の日本選手というスポーツ界で最も伝説的な先駆者3選手がプレーしたドジャースに大谷翔平選手を迎え入れることを喜んでいますと後世語り継がれるであろう二刀流選手の入団を歓迎翔平は1世代に1人の才能であり世界で最もエキサイティングなプロスポーツ選手の1人私たちの選手職員首脳陣 経営陣の全員がドジャースがフィールドで卓越性を増やし高めるために努力し続けることができるよう翔平と共に働くことを楽しみにしていますと興奮を伝えたまたかつて複数の MLB チームのコンサルタントを務め現在はニューヨーク大学でスポーツビジネスのプログラムを複数運営するビンス・ジェナーロ氏は米国にやってくる日本選手の数は増えていたがこれは全く違うレベルに達するものだという。 二刀流の大谷だが今週受けた右ひじ手術の影響で来季は野手に専念するそれでも大谷の試合が日本で生中継されることが間違いなく分かっている日本企業は「ドジャースタジアムでのサイネージを購入しようと殺到するだろう」と飛び抜けた人気ぶりは間違いないニューヨーク・ポスト紙は日本選手がメジャーリーグで成功しても懐疑的な人々は批判する理由を見いだした ノモは1995年に投手としてドジャースに加入し新人王に選ばれたが批評家は異例なフォームで投げていたから成功したと言ったイチローが2004年に年間262安打というメジャー記録を樹立した際批評家は主にゴロとライナー性の当たりを打ったことで成功したと言った松井は日本ではトップスラッガーだったがヤンキースでは普通のパワーヒッターに過ぎなかったと指摘するしかし大谷については 米国人が得意とするる分野で彼らを任している日本での野球について複数の本を書いたロバート・ホワイティングは彼は飛距離500フィート約152メートルのホームランが打てて100マイル約160キロの球を投げることができる上にほとんどの米国人より大柄で力があると言ったと高く評価したドジャースは大谷に費やした額の見返りを直接得られなくても長い目で見ているかもしれない。 過去に MVP に選出されたフレディ・フリーマンとムーキー・ベッツそして卓越した投手陣と組ませることでこの10年にわたって他者を圧倒するチームになれる可能性があると先を見据えるまさに日本野球の実力を示した存在となっている大谷翔平が去ったたエンンンゼルスファンに軽傷米記者、ブーイングをしたら負け犬だエンゼルスは MLB を代表するスターを失うこととなった。 カリフォルニア州の地元紙に寄稿するマイケル・ハントレー氏はブーイングをしたら負け犬だとエンゼルスファンに警鐘を鳴らしている大谷はメジャー挑戦から6シーズンをエンゼルスでプレー2度のリーグ MVP に輝くなど二刀流として大きく成長を遂げた来期は同じロサンゼルスを本拠地とするドジャースに FA 移籍大谷が自身の SNS で移籍を発表した後 エンゼルスタジアムには感謝を示すファンも訪れたと米メディアが報じていたカリフォルニア州地元紙オレンジカウンティレジスターに寄稿しているスポーツ記者マイケル・ハントレー氏は自身の X でドジャースがアナハイムに来た時にエンゼルスファンが翔平・大谷にブーイングをしたとしたら彼らは負け犬だと投稿した続けて彼は全盛期をエンゼルスに与え複数の MVP を獲得した エンゼルスは大谷とトラウトを中心にチームを勝利させることができなかったんだ球団オーナーのアート・モレノをブーイングしろと大谷の活躍と献身ぶりを称えるとともに勝てるチームを作れなかったオーナーの責任を指摘していた最後までご覧いただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします